佐藤くん、今日は一日販売のイベントであちこち飛び回らせちゃったね。1、わかりました。明日に回します。2、無事に済んでほっとしました。3、それじゃあ随分とお疲れでしょう。大学で男の学生と女の学生が授業案内を見ながら授業について話しています。授業どれ取るか決めた？いえ、まだ迷ってるんです。専門的なことが学べて、発表とか討論とか参加型の授業を受けたいなと思ってて、受講生はできるだけ少ない科目がいいんですが、先輩、この4人の先生の授業について知ってますか？うん。佐藤先生の授業は、専門的な内容に入る前の基礎固めがきっちりできる授業だね。関心あることを調べて発表もしたな。人数制限はないから、僕の時は結構いっぱい取ってたよ。へえ。で、山本先生の授業は、基礎知識があることが前提になってて、より専門性を深められる授業だったよ。毎回、授業の最初に少し先生の講義があるけど、その後はグループ討論で、いつも何かのテーマについて話し合うんだ。受講者が少なくて和やかな雰囲気だよ。で、本田先生の授業はいろんな論文を読んでいくんだ。学生が資料を用意して順に発表していく授業。ただ、毎年40人ぐらいは受講するみたいだけどね。40人もですか。うん。あと、鈴木先生の授業は、先生が毎回解説しながら専門書を読む授業。まあ、学生が中心になってするような活動はないんだけど、先生は少人数で読みたいっていう方針で、学生は毎年10人以下だよ。そうですか。専門的で話し合いが中心だし、この授業がいいですね。人数も少ないようですし。女の学生は、どの授業を受けることにしましたか？ 1、佐藤先生の授業。 2、山本先生の授業。 3、本田先生の授業。 4、鈴木先生の授業。パン屋で店長と店員2人が駐車場について話しています。最近お客さんが増えて嬉しいんだけど、駐車場が混んでて困るって苦情が来ているんだ。何かいい方法はないかな？でも、駐車場お店の横に5台分ありますよね。パン屋さんにこんなに駐車場があるの珍しい方だと思うんですけど。道の向こう側にある空き地。あそこを借りて、うちの駐車場にしたらどうですか？でも、土地を借りるのはかなり費用がかかるからな。じゃあ、今の駐車場は余裕を持って作られてるから、1台分のスペースを少し狭くして、もう1台止められるようにするとか。1台でも増えるのはいいね。でも、お客さんの安全のことを考えるとどうだろうね。今、私たち店員が会計の後、レジでパンを一つずつ袋に入れてますよね。あれ、時間かかるから混んでる時はお客さん待たせちゃうよね。はい。お店が忙しくなる時間って限られているので、その時間は事前にパンを袋に入れて棚に並べておいたらどうでしょう。会計の時間が短くなったら、お客さんの流れが良くなって、駐車場も混雑しなくなると思うんですけど。それいいね。それから、今、レジは1台しかないですけど、それを2台にすれば、もっとスムーズに会計できると思います。でもそうすると、レジをもう1台買う必要があるからね。お客さんの安全も考えて、経費も負担にならないってことを考えると、さっきの案かな。取り組めるところから始めようか。問題を解決するためにどうすることにしましたか？ 1. 空き地に新しい駐車場を作る。 2. 今の駐車場に止められる車の数を増やす。 3. パンを袋詰めしてから棚に並べる。 4. レジの台数を増やす。イベント会場のアナウンスを聞いて夫婦が話しています。本日はご来場いただきありがとうございます。会場についてご案内いたします。会場は4つに分かれております。まず第1会場では今注目の世界の電気自動車をご紹介しています。第2会場では、スピードとデザインを重視した話題のモデルのスポーツカーをご覧いただくことができます。さらに、第3会場には、国内、海外を問わず、最新のオートバイが数多く並んでおります。この場で実際に車にお乗りになりたい方は、第4会場で、それぞれの会場の人気のモデルを運転していただくことができます。なお、本日のイベントは、あと1時間ほどで終了いたします。最後までどうぞごゆっくりお楽しみください。あと1時間か。全部は見られないね。最初にスポーツカーから見に行かない？ほんとスポーツカーが好きよね。でも、うちで車を買い替えるとしたら普通の車よね。ねえ、電気自動車ってどんなのかちょっと見ておかない？そうだね。じゃあ先にそっちから見ようか。そうね。じゃあ、その後、スポーツカー見てきたら？いや、ゆっくり見られそうにないし、今日はやめとく。そういえば、バイクの調子悪いんじゃなかった？うん。この間修理したよ。でも、最新のを見ておきたいな。時間があったらね。そう。じゃあ、私も時間があったら、どれか電気自動車運転してみよう。質問1。男の人と女の人は最初にどの会場へ行きますか？質問2。もし時間があれば、男の人は一人でどの会場へ行きますか？